送信するで通知送信するね、はい、よし、あれからちょうど1ヶ月なんだね、この前の放送から。早いっすね。地震がちょっとだけあった日でしょ。そうそうそう、早い。早いよ。そう、お店もあるんですか。うん。9月。そうよ。大変なってるさ、もう。大変ですね。さあ時刻は、午後7時を回りました。お届けする番組は大井沖縄でございます。さあ、本日の MC は進行、まずはですね FM 沖縄山内と、そしてはい、読谷村の東間良二でお届けいたします。はい、今日は2人でお送りしていきます、はい、大井沖縄でございます。いつもはいっぱいいるのにね。本当ですよね今日に限っていろいろと皆さん予定が入っているということなので、はい、トーマさんは読谷村議ということで、はい、もう読谷絡みのネタを、うん、もう今日は読谷一色でいこうかなと。そうですね、紫色で届けていこうかなと思ってますのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はいはい、この番組はですね、うん、分かって、議員あるいは、議員ですねによる、はい、政治的トーク番組でございます。はい、よろしくお願いいたします。今日もですね、いろんなネタを、はいはいはい、トーマさんと一緒に、まあ、本当に地域の情報とかですね、そういった地域ネタが多いですね。そうですね、まあ、行政って言ってもいろいろありますので、はい、本当にこの宜野湾市と、ご当地宜野湾市と読谷村ではまた行政が違うといいますか、うん、市と、町村でも違いますので、はいはいはい、あ、まあその違いとかですね、いろいろなんか喋れたらいいなと思っております。そうですね、はい、ぜひ皆さんも、なんて言うんですかね、うん、例えばアメリカと北朝鮮の話とかはもう逆に遠すぎてね。そうですね、まあまあ国のことですからね、まあ、でも今回も歴史的なものもあって、はいはい、まあ、あれでしたけど、本当はね実現できてよかったなと思ってますけど、はいはいはい、だからね、もっとやっぱりその、うん、こちらとしては地方の話を、はいはいはい、もっとなんていうんですかね、深掘りしていけたらなと、そうですね、思っております、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、皆さんぜひコメント、メールで参加してください、メールアドレスが797@fmgino1.com 797@fmgino1.com でございます。早速来てますね、コメント。はいはいはい、シュプレームさん、あ、いつもありがとうございます、はい、こんばんは。こんばんは。そして、この方、うん、初めてですかね、はい、相坂っていうものかな、いおりさん、うん、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと物騒ですけども、ハローって来てますねなんでハロー物騒なんですか。いや、その後がアットマーク号があ、そうなんです大阪いおりさんという、はいはい、マフィア合わせ準備中ということ、あ、はい、どういうことでしょうか。はい、シュプレームさん、明日は慰霊の日ですが、読谷村といえば、本島上陸地の戸口ビーチですね、はいはいはい、3年前に行ってきましたということで、あ、はい、ありがとうございます、はい、この後、そういったお話もしていきますので、ぜひシュプレームさんも、いろいろと、まあ、いつもね、鋭いコメントいただくので、はい、よろしくお願いします。今日も、はい、待ってますのでよろしくお願いします、はい、それでは、うん、8時まで1時間生放送をお送りしていく大井沖縄、一旦 CM 行きます。はい、よろしくお願いいたします。そっか、リキさんなんかも番組持ってるんだね。え、アゲナリキさん、あ、リキさん、はい、いや、だから今パッと手を挙げれば逆光で見えなかったわけさ、あ、リキさんだ、
暑いですからね、うん、また行動力よすごい。あれこれ読んでるのってさ、こっちとあれ違うのかな、はい、こっちにはないよ。アイサクさん、あのアイサクさん、なんか合わせのマフィア、うん、あ、そうなんですか。出てないよ。大阪いおりアットマフィア合わせ準備中ってなってない。ああ、はいはい、あったあったあった、大阪いおりです。ああ、はいはい、本当ですね、シプレンさん、ありがとうございます、うん、この番組ね、いろんな地域のね、面白いね、うん、話ができるから、うん、しかも個性的なんですよね、皆さん、うん、面白い、すごいいい考えだよね、うん、お、大阪よりさん、読谷村に住んでますって、いいですね。覚えとこ、大阪いおり、だって両家この準備中が気になるね。合わせだよね、はせじゃないもんね、軽く触れます。はいはい、本音言いますよ。さあ、お送りしております大井沖縄、本日のお相手 FM 沖縄山内と、そして読谷村議会議員トーマ良治でお届けいたします。はい、トーマさん、一瞬すいませんね、振られたら無視するところでした。トゥルバってましたね。多分ね、はいはい、これが気になるんですじゃないですかね。大阪いおりさん、はいはいはい、なんと読谷村に住んでます。あ、ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございますってはおかしいですけど。いや、はいはいはい、よろしくお願いいたします。女マフィアだそうです。はい、トーマさんを狙わないでくださいね。はい、今日の後守ってください。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ。今日はですね、うん、ちょっとまた記事からお伝えしたいんですが、はいはいはい、急に出てきました、うん、まあ多分ね、うん、関係者は、まあ、名前が出てたんでしょうが、急降、なんていうんですか、急上昇してきました、うん、知事選で、あ、はいはいはい、6月21日木曜日の沖縄タイムズに載っておりました、宜野湾市長、うちのですね、はい、もうカリスマ市長です、うん、宜野湾市長佐喜眞さんが知事選に出るかもしれないという記事ですね、うん、そうですね、その記事見てちょっと、まあ、びっくりまではしなかったですけども、はいはい、まあ、名前はもともと上がってないと思いましたよね、はい、ずっと難色を示しているという立場だったと思うので、はいはいはい、難色を示しているということは、うん、やはりその宜野湾はまだ今なんていうんですかね、うん、佐喜眞さんに必要だっていうこともあるし、やっぱ市長を全うしてからっていうこの流れもあるということですかね。そうです、まあ順序というのは、まあ、これはあくまでも個人見解なんですけども、はいはいはい、やっぱりあの市長という大事な職務ですから、うんうん、それを置いてまずその知事選に臨むというのはちょっと本人の、 意思ではないのかなと。そうそう、本人もね、はい、難色を示しているというのはあるので、ただまあどうなるか本当に分からないという、まあ、そうですね、はい、ことですね、うん、どうなんでしょうか、まあ、特にこのご当地ね、宜野湾市にとってはすごいタイムリーな話だなと思っていますけど、ね、そうなんです、とっても気になるんですよ、うん、はい、なんて止まったんですけど、コメント見てしまった。これは順も読んでましたけど、ね、はい、ちょっと割愛させていただきます、シプレムさん。そうですね、これちょっとなんていうんですかね、面白い情報なんですけど、ちょっと自分も触れない話なので、そうですね、僕も到底触れないです、はい、ですね、はい、そして、この尾長さん、はいはいはい、現職ですね、尾長さんがも、うん、まあまあ名言をしていないと、
まあそうでしょうね、今、まあ、県議会中って議会中っていうのもありますし、また今議会の方でもあの体調考慮してる中で、はいはいはい、やっぱ出馬ということになると、はい、表明してしまうと、うん、やはりその体力的な問題とかですね、はい、取り上げるので今は治療に専念したいというのが多分本音といいますか、うんうんうん、まあ本音といいますか建前上でしょうけど、はいはいはい、それは、はい、一番考えてることじゃないですかね。本当は決まってるんですかね、うん、いや決まってると言いますか、ここ、まあ、あくまでも選挙というのは告示までが、はい、に表明するんですけど、それでは、まあ行動として遅いので今のうちにというのはあるんでしょうけど、はい、やはり先立つものはその体ですから、はいはい、確かに、はい、でその中で今の立場の、うん、あの知事としての、はい、公務を全うしたいというのがまず第一に来るべきだって、これは関間さんも同じなんですよね、はいはいはい、市長としての立場をちゃんとするっていうのが最初のね、最初というかもう一丁目一番地の仕事ですから、はいはいはい、それに専念させていただきたいっていう話ではないですかね。なるほど、うん、まあ、でも周りは気になりますからね。気になりますよね。それも気になりますよ。もう11月はい、今日決まったんじゃないですかね。あ、告示日と、投開票の日が決まったということで、電気会の方で決まったと。そうなんで、はい、確か11月の、まあ後でちょっとCM 負けんでもちょっと調べて、そうです、ね、今日なんかあの Facebook といいますか、うん、SNS の方で上がってたので、はい、決まりましたっていうことで、はいはいはい、はい、さて本当にね、これ知事選大きい話ですので、うん、ぜひこちらでも注目していただきたいなと思います、はい、そうですね、ちょっとまた情報入りしたい、今日の時点では私の方にも何も情報もなく、またその情報を得るような立場でもないですから、あくまでも新聞記事、ネット記事だけで話するとね、ちょっとまだうろうろいろいろと、ね、実はね、トモさんにいろいろ聞いたんですけど、やはりそのうちにも上がってこないよっていう、はいはいはい、やっぱりこうすごい神経質な話なので、うん、皆さん内部になってるそうですね。特に今回の件では、まあ、知事のこのご病気に対する配慮もあると思うんですけど、はいはい、またやはり、与野党、ね、与野党という言い方もおかしいんですけど、お互い候補者を立てきれていない現状にあるということが事実なんじゃないですか、はいはいはい、普通の形だと、ね、はい、この時期にはもう決まってて、それぞれの、まあ、選挙戦という言い方はしますけども、選挙活動といいますか、はいはい、ある程度の、情報が流れてきて、それに対するあと、やっぱり全県またぐ選挙ですから、うん、調整等があるのでやってる中でのこの時期っていうと、まあ選考委員会も決めかねているっていうところでしょうね。もう大変ですよね。すごいオブラートに今すいません言葉選び選びでしたけど、いつもの感じじゃないんですけど、すいません、そうです、ね、一人なんで、そうですね、まあまあ、はいはいはい、本当に大変でしょうが、まあ今後の動きを注目していきたい。そうですね、また次回なりないし、まあ7月に入った時点ではもう両あのなんていうんですか、講演会ともそれなりの、はい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 、動きは出ると思いますので、うん、今後、まあ、注目していきたいという形ですかね。そうですね、すいません、なんかこのやんわりした答弁で、いやいやしょうがないですだからあの記事を見た時本当に、まあ、ちょっと驚いたと言いますか、あ、はいはいはい、あですよね、はい、もうびっくりしましたね。ということで、はいはい、まあ、知事選の話題終わりたいんですが、はい、実は読谷、うん、村議会が、はい、いつまででしたか、おとといの20日まででしたね、9日間です、うん、はいはいはい、今、まあ、定例議会っていうのが各市町村あるんですけども、はい、大体、まあ、市だとちょっと早かったりするので大体3、6、9、12とありまして、うんうん、はい、3月議会がいわゆる次年度の予算ですね、うん、4月から予算始まりますので30年度、はいはい、うん、年度でやりますから大体30年度予算で、普通だと会社だと、はい、この総会開くときに予算決算一緒にやるんですよね、はいはいはい、ただやっぱりあの行政というのはちょっと予算多いもんですから、うん、あの決算は9月にやるんですよ、はいはいはい、だから3月は予算議会、9月は決算議会っていう、うん、決算議会ちょっと、まあ、あんま聞き慣れないと思うんですけども、前年度に使われた予算がちゃんと使われているかとかです、監査みたいなもんですね、9月それ議会が、はい、やるっていう。3月、9月はでもちょっと大きい、そうですね、大体言われますよね、議会自分たちが読谷村でも大体約丸々1ヶ月ぐらいですね。うーん、ですよね、はい、かかりますね。ちなみに今回の6月議会はどんな感じでしたか。はいはい、大体6月議会、うちは大体補正予算っていうのがありまして、うんうんうん、あのいわゆる4月に
人事異動ありますよね。その前に予算決めてますから、はいはいはい、3月に予算が決まって執行されるけど、4月1日に事例が出て人事異動ありますよね。大体8割ぐらいはその人事異動で の, じあのこの予算のあれと、はいはい、調整と、うん、とあ と,、あとその間に起きた案件ですね。4月から陳情があったらそれを精査するのと、はいはい、あとは4月から行あの始まったのも、専決処分ってあるんですけど、うん、あまり聞けられない、これも行政言葉なんですけど、はいはい、あの議会に通すのは大体あのいくらかって決まってるんですよね、はいはい、5000万以上の工事とか、はい、それをいや事前にやりましたよっていう報告があってそれを確認するとか、はい、またあと国との調整で、うん、国が予算を降りて県に降りてきて県からまた市町村に配られていくんですけども、その中で、いわゆる一括交付金って言われてますよね、はいはいはい、それがあの決まりました、通りましたので、うん、議会にあげますとかそういう案件が多いですね。うーん、6月はそういう感じで、はいはい、で何かこの目玉の出てきたやつってあるんですか、うん、今回のやつは読谷村の場合は、まあ各市町村今増えてきてると思います。どのぐらいかな、10カ所ぐらいあるかな。パークゴルフ場っていうのが読谷村できまして、パークゴルフ場、はい、一括交付金を利用してですね、うん、そのゴルフ場 の,、まあ、あの案件が決まりましたと。で、まあ、コースはもう前年度で作ったので、コース、コース、あのゴルフ場 の, フ場の、はい、パークゴルフですよ。パークゴルフって何ですか。これですね、うん、やって自分も最初分からなかったんですけど、はいはい、まあ、担当の委員になりましてやってみたら、うん、いわゆるグランドゴルフやったことあります、はいはいはい、あの各市町村やってると思うんです。グランドゴルフとゴルフのちょうど中間ぐらいで、うん、コースもちゃんと、はい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 、いわゆるパターゴルフぐらいの、うん、まあ、距離にして一番長いコースで 100m ちょっとぐらいかな、うん、の割にあのグランドゴルフぐらいの大きいボールとあのスティックを1本で、あのちゃんとカップに入れる大きいカップですよ、はい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 、穴もやるっていうことで、これはもう北海道から始まったんですけど、生まれて40年くらいかな、結構北海道では盛んで、今も認定っていうちゃんとそういうパークゴルフ協会っていうのがあって、うんうんうん、それの認定もらった、コースっていうのが、まあ、国神が沖縄では先進なんですけど、うん、糸満もありますし、西原、久米島も行ってきましたし、いろんなところに、はい、これからのスポーツじゃないかなと。久米島、はいはいはい、なんかあった気がするな、うん、久米島結構32ホールかな、あすごい、はい、海沿いにありますよ。やったことありますか。はい、面白いですか。面白いですよ。あのやっぱり子供から、うん、まあお年寄りまでできるスポーツということで、障害スポーツの一環ですね。はいはいはい、確かにあれできますもんね、あのなんだっけ、このグランドゴルフも、子供もできますからね。よく使自分たちの地域でやってるのは学事奨励会で、はい、子供たちと一緒です、コースまで散歩して、うんうん、うちらは座組上司っていう世界遺産なので、そこまで歩いて、そこの裏の公園で、グランドゴルフをやるっていうことやってるんですけど、おじいちゃんとかとね、はいはいはい、よくやってる姿を見たりもしますが、うん、さあ、まあそんな読みたん、うん、そうですよ、その、パークゴルフ作った、うん、作るコースは作ってあったので、うんうん、でそれ の, あのいわゆるクラブハウスといいますか、休憩所とかが、はいはい、あの貸し出しとかする建物の工事が始まるよってことで、うん、それはまたなぜ、目的はなぜ作ったられたんですか。まあ、いわゆる先ほど言いましたけど、北海道のチームが、はい、あ北海道のチームでも北海道でやられてる人口がすごく多くて、はい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 、この方はやっぱ冬はできないということで、はい、室内練習、あの練習場というか室内コースもあるんですけど、うん、やはりその方々たちが全国大会を、各都道府県とか特に沖縄で開きたいということで、結構来るらしくて、で、まあ、観光誘致を兼ねて全国大会もらえた。で特に沖縄ではすごい有名なのが国神なので、うん、まあ、結構遠くですよね。あと久米島でしたり、はい、うん、なのであの読谷村は観光誘致の一環としてそれもやりながら、うん、障害スポーツをあのお年寄りまでできるコースを作ろうということでやってます。読谷村は今すごいですよね、うん、このスポーツ、まあもともと力入れてと考えますけど、はい、スポーツ観光とスポーツコンベンション、そうそうそう、それに事業に力入れてまして、うん、まあ、元々なんていうんですかね、商売がなかったからでしょうね。あ、観光地であったんですけど、はいはいはい、なかなかあの企業さんがやってる観光であって、うん、で村民がじゃあ受け入れ体制できてるかっていうのはまだ、まあ、これからなんですけども、うんうんうん、その中で、そういうスポーツとかを絡めた観光にしていこうと、はい、うんうんうん、いうことでやってますね。これ、うん、今ラグビーの日本代表でしたっけ、はい、今度決まったんですけども、はいはい、
あの来年ワールドカップあるんですよ、はい、ラグビーのワールドカップのアメリカ の, あのオフィシャル の, あのキャンプ地ですね。そっか、はい、日本ちゃっちゃもう海外、海外ですね。すごいですね。まあ自分もトロトラグビー経験者ですけども、まあ村長もそう、ラグビー部出身ということでラグビーに力入れてて。どうですかこれ、大変ですか今準備とか。まあ自分たちは大変じゃないですけどね、各部署の人たちはまあそれなりの、でもあのそれはもう企業も協力、観光協会、商工会絡んで、やっぱキャンプ地ですか、隣に宿泊施設があって、そういう関係はもともと読谷あったので、はいはいはい、あのやっぱり、まあ、ボールパークっていう球場は作りましたけど、それの他はもともとあったものを活用してますから逆にいいかなと。すごいですよね、この言ってみれば読谷アンソンって結構なんていうんですかね、まあ何でもあるっていうか不足してないっていう、泊まるところもあるし、そうなんですよ、観光地もあるしね、はい、遊ぶところもあるし、だから、ね、居酒屋もいっぱいあるしね、そうそうそうだからあんまり出てこないんですよでもそんなので落とせるじゃないですか。いや、あのだからもともとはあのキャンプ地として、まあ、最初は日本ハムさんが名護に来てからもう二十数年ぐらい、はいはいはい、30年近くになるんじゃないですか、その時からやりたいっていうのがあって、はい、でそれがどんどん今花咲いてね、沖縄では19団そうでしょ、でサッカーも入れたらもう多分50とか、プロの選手来てます、さらに日本代表とかなると、その中で呼びたいやっぱり環境がいいっていうことで、とまたあの那覇からも近いってやっぱ中部 の, あの地形を生かして、はいはいはい、さらに風光明媚っていうことで、まあもともと田舎だったもので、逆にそれを逆手にとって今そういうことやってるってことですね。なるほどね、素晴らしいですね、はい、さあそんな、はいはいはい、読谷村ですが、ちょっとこの話題いこうかな、はいはい、実はですね、はい、このこれはいつだ、6月19日火曜日にですね、はい、新聞出てたんですが、はい、鉄道寿司というのがですね、はいはいはい、お年寄りを、満喫したよと、要するにですね、宜野湾の琉球という、お寿司屋さんかな、海産物専門店がですね、はい、読谷村の福祉施設をボランティアで訪問して、おもちゃの鉄道を使った即興の回転寿司屋を開いていますということです。で、外食が難しい高齢者や、障害を持った方にも施設内で振る舞って、食を楽しんでもらうための取り組みということで、こういう取り組みはあまり聞かないですね。自分これ新聞見て初めて知ったんですけども、はいはいはい、すごいいいことしてるなと、でだから結局この宜野湾の琉球さんってどこなんだろうと思ってて、はいはいはい、気になってたんですけど、初めて聞いたんですけど、はい、やはりあのこの福祉施設にいるお年寄りの方ってやっぱり外食をほとんどされないじゃないですか、はいはいはい、やっぱりで、まあ昨日は仲間いっぱいいるでしょうけど、その中でね、やっぱりいい環境だったのかなと、この写真見てもね、そう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 、みんな喜んでるのがあって、本当ですよね、この、まあ、大きいテーブルに、寿司がどんどんこう、ね、おもちゃのこのなんていうの、はい、鉄道を使ってこう流れていく、面白いはずですよねこれね、だって回る寿司を持っていくんじゃなくて鉄道に乗せて提供するってやり方、はい、まあまあ、これもね、これはもう民間での本当にボランティアという感じになっていると思うんですけども、読谷村はこの、まあこういった高齢者の居場所作りとかですね、そういったの、はい、孤独死させないとか、ええ、そういった問題はやっぱりこの、まあ、宜野湾でもあるんですけど、そういったのはどのように取り組んでいるんですか。まあ、読谷村としてはあの結構自治会ってあるんですけど、はいはいはい、まあ、昔はアザって言いましたけど、その、改革もしてて結構まだ あれなんですよ、この自治会が強いんですよ、はいはいはい、で、まあ、真ん中から読谷を分けるってやりますけども、ちょっとあの金穴なよりはちょっと、はい、あの自治会が弱くなってきて、やっぱり30% とかなんですけど、そうなんだ、北の方に行くと、はいはいはい、女村側に行くと、自分たちもそこ大体そうですけど7割8割加入してますから、全然違うんだ、まだ、はい、なのであの自治会館、まあ、いわゆる公民館というところに、はいはいはい、集まって、老人会もなあのなんていう活発ですし、はいはいはい、だって読谷村議会より活発ですよ、はい、
年に250日ぐらい集まってないですか。あんなにすごいな。うちの老人会長やった時も忙しそうでしたからね。それくらい老人会が活発なので、あの、うん、今ゲートボール、はいはいはい、あのまあ、パグオールの話しましたけど、うん、まずは今ゲートボール盛んにやってまして、うん、週に 3,4 回やってるんじゃないですか。すごいな、うん、いやゲートボール人口多いんですけど、やっぱり、はい、ゲートボールだとなんていうんですか、パークゴルフは今後、うん、ゲートボールはチームじゃないですか、はい、でパークゴルフは2人とかで回れるので、そこに落としてきた感じっていうのがあるんですね。なるほど、うん、まあまだじゃあ自治会が強いということであるんですが、うん、そうです、まだですけどだんだん弱くなっていくんですよね。その中でどう対処しようかっていう中で、うん、やっぱりあの自分たちも、何月かな2月ぐらいに愛媛県行ってきたんですよ、はい、はいはいはい、だからそこでやっている活動、やっぱりないというのは自治会っていうの、うん、っていうかあざって感覚ないじゃないですか、はいはいはい、こっちであるの、うん、あっちはないんですけど、その代わりメニューが豊富なんですよね。その居場所作りとか行政がやってるんですか。行政がやってます。だ行政が各自治会って言ってもあっちはだから、20名から300名とかの自治会はあるわけです。もう全然規模が違うんです。うちも自治会っていう自治会って言い方です、ね、言い方自治会だけど、なんていうんですかね、沖縄は地域じゃないですか、うん、はいはいはい、集落というか、うんうんうん、昔は部落行って行ったりあざって行ったのが、うん、一つの集合体として地域コミュニティだったんですけど、うん、はい、向こうはもう何て言うんですか、あの大体一丁目二丁目何番地ということで割られてるので、地盤で分かれてるので、はいはいはい、その中で、集まりどころを作って、そこをじゃあ拠点として行政サービスの、なんか師匠でもないけど、うん、そういうところがあって、そこからまたこの地域は誰が作ってくださいねっつって、地域加入してくださいねみたいな促進があってやってるような活動です、はい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 、だからいわゆる NPO 活動みたいなのが沖縄まだ NPO に、ね、はいはいはい、なってるっていうところ少ないので、でも那覇は NPO がそうなってくると思うんですよ、年がたぶんみたいですよね、はい、そうしないとやっぱり既存 あの人とか移住者もあるので、あ、高松水産ありますよっていうことで、ね、高松水産どこでしたっけ、後でまた返事いただけたらあれですけど、自分たちも勉強を したいんですけど、どこだっけ、あの近畿、近畿、はいはいはい、後でちょっとまた話聞かせてほしいなと思うんですけど、はい、内地イコール田舎、都会と違いますよ、がっつり田舎なんであります。あ、心強いですね。うーん、やはりそういう形がやっぱり地方に行けば行くほどその地域のつながりがあってあるんですけど、うんうん、都市型に行けば行くほどそういうのが弱くなっているので、ソフト面が充実しているので、それを勉強しにですね。ソフト面っていうのは本当にメニューですね。行政が提供する、行政が提供するのがだから20名単位でできてたりとか。例えば子育てサロンとかですか。子育てサロンしかです。まあ今はあの、お年寄りの居場所作りで、はいはい、あ、はいはいはい、やっぱりあの地域の囲碁グループとかそういうところにも補助金も出してですね。その間にあの運動もしましょうとか。読谷だったらゆいまわる授業っていうんですけど、はい、各朝にその派遣員が出向いて、うんうん、あのスポーツ指導っていうんですか、座って運動できる形を取ったりとか、輪投げのゲームとか持って行って、うん、あと大声で笑いましょうとか、そういうのをなんかあのレクレーションを持って行ってやってるんですけど、これは自治会に、自治会がやってます、公民館に、うん、これ読谷ではもうキナっていうところをやってます。30年ぐらいやってますね。あ、キナってでも国道側ですよね。はい、そうです。うーん、そういうことを30年前から福祉の団体と一緒にやって、すごいな、やっぱり。それがもう各自治会で行われているみたいな。 今あとはまた向こうで多いと思うんですけど、あの養老なんていうんですか、混合型で、子供たちをそこに一家して、はい、一緒に活動しながら、お年寄りから昔の遊びを学びながらみたいな。これはもうどっちにとってもいい、うん、体験ですもんね、うん、いいと思う。そういう場所をだからコミュニティとして公民館活用とかですね、うんうん、自治会を活用しようと、うんうんうん、そういうふうな流れができたらいいと思ってますけどね。じゃあやっぱり読谷村も今そういった高齢者のまあ居場所作りではないですけど、そういったことにやっぱり関心を持ってやっているということですよね、うん、そうですね。一番あのなのは自治会ってやっぱり加入してる人と加入してない人っていうのが出てくるわけじゃないですか、はい、会なので、はい、で会費払ってる人と払ってない人に行政サービスの不備があってもいけないので、はい、それはもう単独で村が、うん、あのゆいまる事業はゆいまる事業地域で落としてますけど、地域の人たちをお願いしますねという形でやっていかないと今後持たないよということで。なるほど、うん、さあ、CM の後ですね、はいはい、ちょっとこの地域づくりにもうちょい焦点を当てて話していきたいなと、はい、あ、はい、結局ですね、大阪で地震もありましたし、うん、その関連付けて
ちょっと話していきたいと思います、はい、それでは一旦 CM です。死にあれですけど、ローカルの話ですけどいいんですかね。あ、いやいやいや、タイトルそれが絶対面白いですよ。このすごいですね、コンティニューしちゃってありがとうございます。コンティニューコインって何ですか、素晴らしい、はい、これがあるといつも30分で決めれるのがわかります。あ、あれだ、いわゆるニコ生方式っていうこと。わからない、俺もわからないけど、あのだからこれコインがあればそのコインを消費して番組を存続していくとか。そうですそうです。ああ、やった、ありがとうございます、皆さん。今日ね、ユーストがちょっと不調だから、うん、これを保存したいなと思ってたんですよ。で、あとから YouTube に上げるので、ね、ありがとうございます。今度高松リーさんのところどこだろう。高松マリーさんですね。あ、すみません、高松マリーさん、いつもねめっちゃ揺れました。あ、やっぱ近畿だ、近畿だ。高松マリーさん神戸だっけ。6弱か、兵庫県だ。またしかも近畿だし、うん、皆さんもありがとうございます、いただいて。神戸ってことに確かに、あの神戸だと神戸って言いますからね、うん、神戸、神戸、うちの読谷にもいるんですよ、神戸が。はい、あの兵庫読谷自然学校っていう、今回あの国からの、 あの表彰もらったんですけど、うん、あのその方が絶対出身どこでしたって神戸って言うんです。兵庫って言わないですね。あ、はいはいはい、横浜の人が神奈川って言わないように。そっかそっか。さあ、お送りしております大沖縄後半戦ですが、はい、今日はですね、はい、読谷村議の、トモさんに来ていただいてます、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ、はい、早いものでもうあと20分しかないんですけども、はいはい、ですね、読谷村の地域づくりについていろいろと聞いてるんですが、大阪で震度6弱の地震がありました、うん、そうですね、でこれが結構広範囲にわたってやってるし、うん、沖縄ももう油断ができないぞと入り表、実は1ヶ月前出た時にこの防災の話したんですよね、うん、ちょうどその時、まあ、きっかけはこっち震度2、はいはい、ちょうどこのテーブルが揺れたねみたいな話してたら、実は震度2か、これ始まる前ですよね、直前に、うん、直前、いや途中だよ、途中でしたっけ、喋ってる途中だったので。それでね、もう一気に防災の話になっていったんですが、うん、やっぱりこの防災と地域づくりって欠かせないなっていう、うん、まあ、本当にそうだと思いますよ、うん、だってあの隣近所に誰が住んでるのか、はい、またそういう時はどこに避難すればいいのか、どういう体制になってるのかを普段から知ってないと、はいはいはい、ああいう有事の際のパニックの時はね、うん、じゃあいきなりじゃあどこに逃げようっていう時パニックになってね、うん、違うところに行っても困りますし、読谷でも高いところあります？あの、はい、うちが住んでるところはザキミは高いか、はい、はい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 、結構やっぱり海沿いのとかですね、うん、まあ、なんていうんですか、急に上がってるところも多いんですけども、はいはいはい、一番集落で言えば大木曽部、あと戸口ビーチの方ですね、はいはいはい、上陸地だったところもやっぱり、うんうんうん、あのなぜそこから上陸したかって分かるぐらいに平坦が続くんですよ。あ、でそこで膝川を分岐して、北と南に分断するっていうのがあの、ね、アメリカ軍の作戦だったんですから、それぐらい地理的にもしこれだからあの上陸したような津波が来た場合、はいはい、分断できるんですよね。へ、やっぱ兵力ってすごい考えられてるなって、あ、まあ、慰霊の日の前だったのでいろいろまた考えますけども、はいはいはい、だから防災もしっかりで、そこに津波が来た場合にやっぱり平坦の地だと逃げ遅れると大変なので、じゃああのそれを間違わないようにとか、また高い建物がないので逃げれる、はいはいはい、あの建物、高い建物ないんですよね。だからもう本当に1分1秒でも早く内陸もしくはちょっと高台に逃げるようなことを子どもたちから教育していかないとですよね、はい、津波が来るにもすぐ来るわけではないので、うんうん、本当に1時間2時間
もしくは3時間4時間とかですから、その間にできるだけっていうのが避難するように形っていうのが必要じゃないかなと。どうですか、読谷も今その、まあ、自主防災組織なりっていうのは盛んですか。はいはいはい、これですね、はい、あの沖縄は特に自主防災組織が 10% いかないところなんですよ、はいはいはい、当時あの震災があった時調べたら 6% だったって、うん、でも今でももしかしたら 10% いってないんじゃないですかね。今読谷村で、今6つの24の自治会あるんですけど、はいはいはい、6つしかまだできてないですね。それも震災が起きてから1個増えたぐらいで、あ、はい、そうなんだ。それもやっぱり海側だけです、ね、うん、内陸はまだまだまだあの対岸の火事みたいな感じですね、はい、ただこの、まあ、宜野湾の場合はですね、うん、例えば大蛇名団地自治会、ちょっと上にあるんですけど、あそこは川の氾濫とかでかなり力入れてるんですよ、うん、で上で言えばこの普天間の一区とかが上なのに自主防災組織立ち上げて、であの受け入れるあれとか、うん、これが大事なんですよ、はいはいはい、自分たちもザキミなので大丈夫でしょうって周り言うんですけど、うん、いや大丈夫だからここに人が集まるんですよと。 そうそれを受け入れ体制で、だから、なんていうんですかね、炊き出しとか、うんうん、もしくはここにあの仮設ができます。仮設ができた時 の、はいはいはい、あの自分たちも、ね、宮城県岩手県行ってきましたけども、うん、この後が大変ですよと、はいはい、やっぱり長く続く、長期的に続くので、うん、地域的なストレス、あと本当に今回もあったんですけども、まず物がなくなると、はい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 、今回の関西でもあったと思うんですけども、うん、やっぱりあのコンビニとか普通あるものが全部なくなるとですよ、ね、生活が普通の生活できないことのストレスで、うん、やっぱり二次災害、三次災害とまでは言えないですけど、人災が起きてくるので、うん、それはどうするかっていうのはやっぱりあのそれは地域の人でこういう時はこういう動きするためにここはこうしているんだよっていうのがないと、うん、やっぱり、まあ、それが住民トラブルにつながったりですね、うん、読谷さんはその、うん、じゃあ自主防災組織とかにもちゃんとお金出してやっているっていう、はい、だからこれ、自主防災組織、今地域コミュニティということで、ちょっと読谷さんはあの2年、あ、4年前かに、うん、あの行政改善を行ったんですね。それはだから19の地区に分けて、はいはいはい、で24あった自治会と別に、うん、19に分けて、あ、はいはいはい、これだから今宜野湾は区じゃないですか、うんうん、区でやってるので昔の自治会とは違いますよね、はい、旧技とは違う、はいはい、あれを読谷はやりだしたんですけど、中学校区ですね、はい、そうですね、うんうんうん、大体自分たちも小学校区でやってますから、はいはいはい、その中でだけど麻は自治会は尊重しつつ、うんうん、行政サービスはこの区割りでやりましょうと、はいはいはい、その時に自治会に加入未加入関係なく、未加入という言葉があること自体おかしいと、はいはい、はい、いうことに、自治会に加入しててもしてなくても村政サービスもしくは行政のサービスは当たり前に受けられますよっていうのが、うん、まあ、当たり前のことですけど、はいはい、それをちゃんとやっていこうということでやったので、うん、そこの中で本当はやっていただければ一番いいんですけど、うんうん、それがまだできていないというか、それが今課題ですね。課題、特に6月議会は一般質問というのもあるんですけど、うん、だからさっき前段で話したのはあくまでも行政議案として上がってくるので、うん、であと一般質問であったのはこの地域コミュニティですね、今回のテーマです。はい、もう18名中12、2、3名ぐらいこれお話だったんじゃないですか。ただ今期で自分たちも終わるのでこの議会で、はいはいはい、もうありったけの気持ちを全部そこにつけて、そっか、次選挙があるから、はい、そうなんですよ出てる場合じゃないですよもうあ、なるほど、はいはいはい、来月ぐらいはそんな選挙の話もしましょうね。はい、はい、ですね、はいはい、プレームさん来てますよ、まさか、大阪で震度6の地震が起きるとは思わなかったでしょうね、うん、はいはい、僕は前日群馬で震度5に会いました。群馬で待ったんですね。群馬で待ったんですよ。怖かったでしょうね、はい、そんなシュプレームさん、沖縄県やは市町村で地震共済はやってますか。ちょっとこれ今自分のまあ勉強不足なんですけど、地域でやってるのかなって、やってるかな、ちょっと調べてきますね。ですね、聞いたことないな。今ふと思ったらそうだなと思って、うん、やってるとこあるのかな、うん、ちょっと調べてみますね、これ、はいはい、意外とあったりして、はい、ちょっと盲点でしたけど、前もちょっとそんな話になったんですけど、なかなか触れずに終わってしまったの、はいはいはい、宮さん、はい、うちのところは町内会でも緊急に防災についての会議がありました、はい、これはやっとくべきだと思います。宮さんはね、滋賀ですね、高森、うん、今回の、はいはいはい、高松まりさんもそうですね、うん、兵庫、めっちゃ揺れましたということで、うん、はい、だってあれ地下10キロって言ったらまだ震源近いところじゃないですか、浅いところで表面で起きてるので、
ドンとの付き合いはすごかったでしょうね。まあ、映像を見させてもらいましたけど。だからこの、まあ、津波だけじゃなくて、うん、その地震に対する対応とか、うん、そういったのもどんどん必要になってくると思うんですね。そういった意味でやっぱり地域づくりは欠かせないっていう、はい、だから今本当にこの沖縄県とかですね、はい、やってもらえて、この前もちょっとあの、沖縄市の小戸さんと、あともう一人は、いや2人じゃない2人だった、うん、その時の話だったのはやっぱりこれはあくまでも市町村じゃなくて全体で見ないと、はいはいはい、だから、この宜野湾と茶壇の境とか、はいはいはい、でこっち来た方が早くないとかあるじゃないですか、うんうん、これ畳んでやるもんととかじゃなくて全体的で一気に防災訓練やってみる、うん、シミュレーションだけでも、はいはいはい、せめてマニュアルでも作っとくのはあるんじゃないのかなと思うんですよね。それは県がやるべきだと思ってます、はいはいはい、そうですよね。注意喚起も県でもちょっとやったりですね、はい、自主防災組織の大切さとか、うん、ガンガングッジョブ並みに CM 打つとか、そうですね、ね、あのよくだから最近テレビっていうのか東京の方では、はい、あのミサイルが飛んできたらどうするっていうのをなんか CM で簡潔にまとめて30秒ぐらい流したりとかしてましたね。よく自分はあのネット広告で見てましたけど、なんか歌で分かりやすく飛んできたよ、はい、どこに逃げ、地下鉄に逃げなさいとか、結構リズムに乗っていい歌分かりやすくやってましたよ。さすがですね。やっぱそういうのは植え付けでサブリミナルで入れとかないと。自分たちも宮城県行った時言われたのが、もうさんざんこっちも喋ったかな、津波てんでんこっつって、津波が来たらとりあえず逃げなさい、はいはいはい、誰を人を構うことなく子供の時に教えられるらしいんですよ、とにかく逃げれる、とにかく高いところに逃げなさいと。やっぱこういうのが大事なのかなと思うんですけどね、はい、多分ね、そういうことがだからあの刷り込みで教えていくっていうのが大事だと思います。あので大人大人であのその行政の人は行政とか地域の人は地域の人でこういうことが起きた時はこうするよってマニュアルを見ていて、で指示をする、で受け入れるところは受け入れの体制を整えておく、でそこでパニックになってもで、で パニックにはなるんですけどね、だからそのパニックでもあの選択肢の一つはパッと選べるようにしとくとか、はいはいはい、あの備蓄はどこにあった、うん、やっぱり備蓄も散々その当時はやってましたけど、はいはいはい、そっからはもう今どこあったかなとか、うん、あれは賞味期限どうだったかなっていう時期に来てますから、うん、そういうのもあって、だからこの、備蓄を使った炊き出しの練習とかですね、はいはいはい、それを指導していかないとって思ってるんですけど、うん、なかなかこの現状でできるかっつったらもうちょっと声上げないといけないなと思ってますね。はあ、うん、なるほど、わかりました、はい、そしてですねシュプリームさんから来てました、はい、コメント、ちょっとね、この防災とは、はい、うん、ちょっと、異なるんですが、うん、まあ、読谷村の地域ということで、明日は慰霊の日です、はいはいはい、読谷村といえば、うん、本島上陸地の戸口ビーチです、はい、さっきおっしゃったね、3年前に行ってきましたと、ということで、実は今ですね、うん、この僕から見た、僕もあの記事で見たんですけど、はい、かかず小学校が宜野湾の、うんうんうん、この戦争体験者の話を聞いてるんです、はいはいはい、これは去年はやらなかった授業を今回やったと、うん、それなぜかっつったらチビチリガマで、うん、あれ中学生が荒らしたんですよ、はいはい、中学から、まあ、高校に行ってないって言いますから、ね、14歳から16歳って聞いてますけど、はいはいはい、少年たちが彼らはそういうものがあるというかそういうものであるっていうのを知らなかったっていう、うん、だ聞いた話によると、はい、あの心霊スポットだと思って行ってるんですよね。そう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 、でそこでやっぱりちょっとね、うん、おふざけが過ぎてしまったと。で、はいはいはい、今反省して今回のあの、末相もしかりですけども、うん、あの新聞に戻ってもらったようにちゃんとね、あの鎮魂の像も作って、そう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 、今回でしたかね、あの読谷村議会のメンバーの一人が、はい、あのこっちの遺族会なんですよ、会長やってるので、うん、その方もまだ新聞に載ってましたけども、はいはいはい、また今後ともこの子たちもまた最近もまたあの手合わせに来てたということで、俺こうですね本当にね、やっぱり子どもたちに悪意はなかったので、うん、でそれを大人が失礼しました、まあいろいろ右翼じゃないかとか書き立てたのが本当に恥ずかしいことだなと、はいはいはい、やっぱり子どもたちは少年素直なので、うん、話せば分かってくるし、今後もそういうことになっていくので、そういう教育があってもいいのかなとね。え、まあ彼らもびっくりしてるでしょうね。あ、そうですよね、こんなことになるかっていう、はい、だからまあ知らなかったっていうのがあれで、うん、その教育をどんどんやっぱり若い小学生から、うん、やっていこうっていう、はい、で聞いたら読谷村ではもうずっとやっていると、うん、
そうですね、自分が聞いたのだ、でも自分たちが子供の頃はなかったです。あ、そうなんだ。まあ、やっぱり悲惨なことだったので、うん、あまりこれは、まあタブーとも言いませんけども、うん、あそこで何かあったぐらいは聞いてるんですけど、はい、行くなと、うん、行くところではないという教えだったので、であったのは集団自決。でもその内容、深い内容までは聞いてないんですよね、体験者の話も。それは20年近くぐらい前にあの NHK の特集があって、はい、その時にやっと語り部たちがもうあの残り少なくなってるっていうことで、うん、これは絶対とあの保存しておくべきでしょうということで、何ヶ月かにわたって特集されてたのか。で、はい、すごいあのすごいドキュメンタリー番組で、これは体験者が実際、ええ、あの初めて名前も出して顔も出して喋ったの初めてじゃないですかね。へ、だからその地域学習の中でほとんどなかったんだじゃないですか。それを今語り部たちが受け継いで、はい、こうやって学習に取り入れてるじゃないですかね。うーん、やっぱり地域の中では本当にタブーの、タブーだったんですか？やっぱり身内が身内を集団自決ってそういうことですから、はいはいはい、それはやはりあの地域性もあるので、うん、だって自分たちの親戚があっちにやられたんだよとか言えないじゃないですか。それは、はい、なので触らなかった話ですね。やっぱり悲惨なことあったよって言うけど、そういう内容が出たのは本当にこの20年とか30年にはならないと思います。これじゃあ NHK がきっかけだったんですか？がきっかけに、まあ、あの内容がですね、はいはい、あの公表されたのはそうだと思います。うーん、 NHK だったかなんか BS だったか忘れましたけど、その番組からだったと思いますね。で今はその、はい、うん、まあ、小学校からそういったとこだよっていうのは教えていると。あと、はい、うん、で、あとは、まあ、あの平和学習でそこ連れて行って見てみた。あ、平和学習もちゃんと。小学校の1回は行きましたけど、うん、内容はもうやっぱり人づてで聞くので、うん、体験者が喋るっていうのはそれが初めてだったんです。はいはいはい。でもやっぱりこの大事にしていかないとなと、今回の事件見てもやっぱり、うん、まあ、事件というか、はい、今回のね、こと見てもやっぱりそう思うんですけどね、うん、高松真理さん、いろいろ言われてるけど、はい、大人が大事にしてるものを壊してやりたいっていう思うっていう思春期独特のものではないかなと。そうでしょうね。まあ、色々あると思います、うん、やっぱりもともと何ていうんですか、いわゆる、まあ、言葉で心霊突ですよね、うん、心霊スポットに突していって自分たちで動画撮ってでこんなことできるぜっていう、うん、まあ、これは本当に思春期独特の、やっぱり学校に行って窓ガラス割るとか、うん、はいはいはい、思春期独特だと思いますけど、うん、これ推奨してるわけじゃないですよね自分がやったわけでもないですけど、うん、そういうのがあってやってるので、本当に内容を聞かせると、まあ、後悔はしてるでしょうし、でも後悔してくれて反省してその形になってるのでいいかなって思っておりますね、うんうん、例えば僕の場合はですね、うん、あのおばあちゃんがもう泣きながら、その戦争の体験談を話してくれたんですよ、うんうん、これがもうずっとやっぱ残ってるわけですよ、はいはい。そういったのもやっぱり今少なくなってきてるんですかね。そうですかね。自分はの、うん、祖母はもう本当に真逆で一切喋らなかったです。で聞いて、まあ、うちは祖父と曽祖父をその戦争を亡くしてるんですよ。うんうんうん、ってことはうちの親父がまだ3歳物心つく前、はいはいはい、おばさんがうちのおばが1歳になるかなんか、うん、で当時うちのおばあちゃんが27、8、うん、で。まあ、自分のおじいちゃんですね、旦那は26で亡くなってるんですよ。うん、でそういうのがあって貧しく苦しさ暮らしたのかもしれないですけど、はい、聞くと慰霊ちょうど今頃ですよ、うん、学校休みなんで、うん、慰霊の日は、はいはいはい、作文帰ってこいって返されるとやっぱり聞くのはうちの親父も別にあの物心ついてないし、先生、うん、ばあちゃんじゃないですか、うん、うちにじいちゃんいないからばあちゃんだけに聞いて、うん、ばあちゃんはもうめちゃくちゃ怒って、普段優しいのにこんなこと子供が考えるなと、宿題なんて出さなくていいってすごい怒られたのが記憶にあって、逆になんでだろうと、はいはいはい、宿題の手伝いしてくれなかったおばあちゃんを恨みましたけど、今考えると、うん、やっぱり子供たちにはその感情で語るんじゃなくて、うーん、平和が今の平和を味わいなさいっていう教えだったのかなと。うーん、だから大人になってやっと分かりましたけどね。だから子供たちにはこういうことがあったっていうのは伝えるのは大事だと思いますけど、もっと大切なものも、平和っていうものも語る、あの戦争の悲惨さだけじゃなくて、だからこの戦争があって、だからそれをしないようになって今も平和、そしてそれを続けていきなさいよって教育も必要なのかなと。なるほど。これってでも本当に、うん、なんていうんですかね、学校単位ももちろんいいと思うんですけど、うん、はい、さっき言った地域、うん、この公民館とかでやっぱ出かけていって、ええ、そこでおじいちゃんたちが話するとか、うん、おじいちゃんが聞いた話をするとか、そういったのがどんどんもう本当に高齢化していって、はい、いなくなるじゃないですか、はい、だからこれで急になってきたような教育があります。自分も今、
ミヤちゃんですかね、この、はいはい、あの自分たちも子供の頃って、はい、こんなに悲惨なことがあったのに地域で集まって聞くのは長崎の原爆の話と広島の原爆、ピカドンの、うん、あの映画とか見せられて、裸足の弦とか読まされて、うん、読まされてじゃないですね、うん、あのもう配られて、はい、感想文書きなさいだったんですよ、うんうん、でそれは多分あのその時の教育の方針だったと思うんですけど、うんうん、やっぱりそこを今原点に戻るのもありなのかなと、うん、だけどこの戦争の悲惨さだけっていうか重いとこだけ押しつけるんじゃなくて、うん、だからこれがあって、だからこそ今の平和を第一にしましょうとか、うん、戦争はダメだよ、当たり前にダメですから、うん、で戦争するような社会を今度になっていくのはあんたたちだよと、はいはいはい、でそういう政治も関心持ちなさいという主権者教育までいければ自分は素晴らしい教育だと思うんですよね。あの変に負の部分だけ教えるとやっぱり反の心といいまして、うん、恨みのつらみの心ばっかり教えるのは自分は反省とは言わないと思っても、 あれやっぱり 次の敵を作ってしまうという教育よりは、うん、こういうことが悲惨なことあったけども君たちは光の子なんだよと。なるほど、ちょっと宗教チックに言ったら話変えましょうね。いやいや、でもそれが本当の教育だなと思いますけどね。さあ皆さん、はいはい、さんのものでも小学生で広島の原爆の話は必ず勉強しております。地元の大事な歴史なのになぜ触れなかったのかちょっと分かりません。多分あの近すぎたのかなと。か自分たちも修学旅行行くじゃないですか、長崎行くとそこで聞かされて、うん、だけどじゃああっちは聞くんですよね、戦争おじいちゃんおばあちゃんどう聞きましたって、あんまり聞いてないなって思って、確かに近すぎてっていうのもあるのかな、まあ、興味がないっていうのもあるんですよね。だからやっぱりこの受け皿ができてから自分は教育した方がいい、もしくは中学高校以上になってから教えるって言われるけども、やっぱり思春期にああいうとこ行くと、うん、やっぱおちゃらけるじゃないですか、自分たちもふざけて遊んでましたよ。だから今考えると本当に、ひどいことしたなって、ひどいことって言ったらひどいこととも思ってないですけど、うん、やっぱお茶を置いてたらそれひっくり返してみたりとか、わざとこのお茶碗に入ってる水を目のねちょっと首筋にかけてみたりとかやってたので、ちょっとおふざけをしてたので、やっぱそういうところはそういうところだよって教えるか、もしくはあのちょっと置いてから行くのも自分の一つの手かなって、まあ、これ持論ですけどね、うん、なるほど。この読谷は、うん、はいはい、そのちびちり釜とか、うん、あと隣にもはい下久釜っていうのがありまして、はいはいはい、同じ波平って地域なんですけども、うん、あのそこは、今回の震災でもありました大川小学校とも何々小学校でしたけど、はい、あのいい例悪い例って言ったら失礼ですけども、うん、片やほぼ全滅したところと全員助かったっていうのがあって、うん、その下久釜っていうところにはたまたまハワイかどちらかで調理をされて船乗りで、あの英語を分かる人がいたので、はいはいはい、あのアメリカという国はそうではないと、これも取るよと、そしてあの英語分かったのであの降伏しなさいって言ってきてるのを、はいはいはい、分かった、はい、白旗作って持って行って交渉して全員助かったっていうところと、その対局でちびちり釜っていうのがありましたので、これだから両方教えるっていうのはやらないですかね、はい、僕ちびちり釜知ってたけど、それは全く知らなかったんですよ。下久釜の場合は遺族会もないし、それを保存しようかいっていうのもね、今はもうあの公園整備の話は出てますけど、はいはいはい、だから そこが出てこないのは、自分たちも下久釜の話聞いたのは後々ですからね、大人になってからの話なので、やっぱりそういう教育も必要なのかなっていうのはあるんですけどね。必要じゃないですか、だって同じ地域の話ですから、半径、うん、半径というか直線で結んでも500メートルあるかないかぐらいの距離、はい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 、これはもうじゃあトモさんがもうね議会で声を見て、まあはい、まあまあ村行政と教育の立場になってくるので、それぜひ、はい、まあまあ周りにはそういう話はしていこうかなと思います、ね、そうですよね。やっぱりただ公園になるんですか。はい、あの周辺整備というのはあれがあの象の檻っていう、はい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 、ソベ通信所跡地っていうんですけど、うんうん、昔象の檻っていうあの米軍の通信基地があった裏手なんですよ、はい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 、で今それが返還されて宅地になるので、宅地っていうかその、うん、区画整理が入ってくるので、はいはい、その時に公園整備として入り口を確保しようっていう話があります。もう本当に畑のど真ん中にあって、だから元々はガマですから、うん、下に川が流れてそこの奥にあるんですよ。へー、だし地帯みたいな田んぼ、昔の田んぼですよね、田んぼとか植えてた、そこの奥にあるので、これ公園で守られた、また水辺でもありますし、沖縄でいう蚊、はい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 、ああいうのが産川とかあるところなので、それで公園として周りを整備して、なるほど、あの保存していこうっていう話がありますね。なるほどね、はいはいはい、さあこのようにねやっぱり、はい、ちょっとねお時間になってきたんですよ。あ、早いですね、早いですよ、あのまあ読谷さんもこのように、うん、いろいろと力を地域づくりで入れてるということですが、まあ本当にそれぞれ
地域の作り方というのはあって、宜野湾市はやっぱりこの宜野湾市も同じように公民館にこのいろんなこの事業をやって、まあ入りましょう、はい、加入率が低いので、そうですね、自分たちを勉強しに来ました時は逆に何勉強しに来たかって思いましたからねそうそうそう、だからやっぱね加入を上げよう、加入率上げようっていうキャンペーンもやってて、るぐらいなんですけど、やっぱこの宜野湾の場合社協が元気なんですよ、すごいいろんなことを、そうですね、いいですね、そうそう、だからそういうメニューをどんどんあの自治会に振って、自治会っていう立場でこの公民館に人が集まる、自分たち地域でもそうですけど、今公民館に行くと昔公民館で子供の子に一緒に遊んでいた、同じ学年じゃない先輩後輩たちが結局役員やってますから、そうそう、そういうのをどんどんあの子供たちが集まる場所をどんどん作って、その子たちがいずれ青年会になったり班長になったり首、ね、そういう地域のあの主役となる人に出てくるはずなんで、やっぱり子供たちをどんどん集めるような形が自治会ってやっぱり持つのかなと、ですよね、もう自分たちの世代じゃないですよ、だからこうなんていうんですかね、はい、また受け継いでいってほしい部分と、まあそうじゃない部分、どうしてもね時代変化していくから、自治会では受け皿になれないことも多分多いとは思うんですけど、やっぱ残っていくこの青年会のこの文化とか、そういったのは残っていってほしいなと思いますね、はい、はい、さあ大沖縄お時間となってまいりました、はい、今日はですね本当にザ・読谷村という話を、そうですね、ちょっともう偏った話でしたけど、はい、ご清聴ありがとうございました、ありがとうございましたまた何かありましたら投げかけていただければなと思っております、はい、トモさん来月また出る予定ですので、はい、ぜひ皆さん楽しみにしててください、はい、よろしくお願いいたします、今日はあお相手は FM ギナー山内と、そして読谷村議会議員トモ良二でした、ありがとうございました、トモさんありがとうございました、はい、皆さんもありがとうございました、さよなら、皆さん本当に面白いですね、面白い、これだけで特番組めませんか各ね、でも自治会の話、あ、各地域の、待ってください、やりましょう、これ保存しないと、ちょっとまずありがとうございます。